世界アジア東、アジア日本南西諸島大東諸島、南大東島一南大東島は沖縄本島の約 400km 東方に位置する大東諸島の島で沖縄県内では6番目に面積が大きい。全域が南大東村に属している。近年航空機の大型化などで 観光客が容易に訪れることが可能になり、豊かな自然を生かした観光地としても注目されている。北方の北大東島とは1 2トル離れている。面積30.53平方キロメートル周囲、21. 2 1 2トル標高7 5ルの島。島の北端から北に1 0トルの位置にある北大東島の他沖の大東島を除いては、 周囲4 0 0トルにわたって陸地のない絶海の孤島である。また、島の周りの海は非常に深く、沖へ2キロメートルほど出れば水深は1 0 0 0ルに達する。北大東島と同じく珊瑚礁が隆起してできた隆起干渉の島で、現地では外部の環状地を幕高台部分を幕上、中央の低地部分をバッカと呼んでいる。 典型的な流気管渉として、世界の地形学の教科書では説明モデルにもなっている。また、2007年には、大東流気管渉として、日本の地質100選に選定された。現在でも年7センチメートルほど北に移動をしており、島の北部のバリバリ岩などで裂け目を見ることができる。白色の結晶室の石灰岩である古代島石灰岩が、 南大東島の北岸部に路頭している。島内には大小110ほどの湖庄が存在し、そのうち23の湖庄に名前がついている。淡水の湖庄の水は農業用に利用されている。カヌーによる池の遊覧ツアーも行われている。島内にはゴンゾウ池や、 栄太郎池など発見者の名が付けられた池が多数ある。沖縄県にある0.01平方キロメートル以上の故障は全て南大東島に存在しており、開拓当初は人口も少なく飲料水には困らない島であった。しかし、入植者が増えたことで、雨水が貴重な飲用水ととして用いられるようになった。気候は熱帯の海洋性気候に属している。 盆地上の地形の影響のため冬の夜に晴れた際には放射冷却の影響が激しくなり最低気温が摂氏10度以下になることがある。20世紀になるまでたまに漂着民がつく程度の未開拓の地であったこともあって独自の生態系を持っている。気象観測での重要な拠点であり特に気象衛星が運用される以前の日本の台風観測で 欠かせない役割を果たしていた。全域が沖縄県島尻郡南大東村に属する。1946年、琉球列島前国民政府の統治下に置かれるまでは、日本領でありながら特定の自治体に属さず、1900年の玉城繁栄門による入植以降、玉城紹介東洋政党大日本政党が島を所有し、政党工場に付属する施設の学校、 病院、郵便局まで設置される極めて特殊な自治体制が敷かれていた。ありがとうございます。